北上運河の経路を赤線で示している衛星写真。北上運河は旧北上川となる瀬川の河口を結ぶ全長 12.8km の運河である。宮城県石巻市と東松島市を通っている。明治時代に伸びる地区の関連事業として改作されたもので、北上川から北上運河を通り、伸びる港、東明運河、低山運河を経て、 仙台方面へ向かう交通の動脈を形成することが期待された。北上運河は東名運河とともに伸びる運河とも呼ばれる。また、低川を境に東側を北北上運河、西側を南北上運河に区分される。現在は伸びる蓄光跡などとともに土木学会戦勝土木遺産に選ばれている。 宮城県石巻市三吉で、旧北上川から西に分かれ、石巻港のある低川と交差する。さらに海岸に沿って進み、東松島市の伸びる筑港跡に至る。水路は四季幅252メートル、底の幅126メートル、環潮時の水深は1.65メートルとなっていた。北上川との分岐点に、日本初の近代拷門である。 石井公門が新なる瀬川との合流地点には木造の伸びる公門が設けられた。さらに低川との交差地点に対局、釜の両公門が築かれて低川からの逆流と土砂の流入を防いでいた。北上運河の建設は1878年に始まった。1881年には未完の状態ながら工事に影響がないとして船の通行が認められ。 翌1882年に北上運河は完成した。1882年の開通後、岩手県内と仙台、塩川の往復を中心に小型蒸気船による価格の運搬がこの運河を使って活発に行われた。旅客の運賃は、延びる高屋市機間で30銭から40銭だったという。 1885年の石井港門の通船数は、平田高瀬船9678隻、小型蒸気船564隻と、いかだ111隻だった。しかし、その後は、伸びる筆港が失敗したことや東北本線が開通したことなどから次第に錆びれていった。さらに港門を設けたにもかかわらず土砂が川底に退席し、1891年頃には、 満潮自主化棋船が自由に航行できなくなり、1909年及び1910年の水害以後は、棋船の航行は完全に不可能となった。1935年の石井港門での通船数は、平田船2207隻、発動機船1033隻、小船504隻などとなっており、木材や砂利、石材などが運ばれていた。その後は、 低川の拷門より西では小舟などの利用が一部に見られた。東日本大震災以前は石巻市の石井拷門付近には浸水公園が整備され、東松島市の山本周辺には運河と海の間に黒松の某長林が広がっており、1992年から2010年までは夏の夜に松林のライトアップが行われるなど継承地として知られていた。 また、この地に造成された山本海浜緑地公園は都市公園である。ありがとうございます。